の10月。Thank you.
改めましてアジアンカンフージェネレーションです。疲れたよね。僕は疲れただけど、今日こうやって新刊ライブということで1年生いっぱい来てくれて、そしてなおかつ最後まで残ってくれて本当にありがとうございました。ありがとう。またね、このアジカン終わったぜ、もしかしたら入ってくれるって子はね、ちょっとここにもしかしたら立ってもらうかもしれないので、ちょっと心の準備しとってください。僕もここも高学年バンドになってしまったんですけど、もう5年生も6年生も同じように、5年前4年前はみんなの1年生と同じように、先輩かっけえなとか、こういうバンドしてえなと思って慶応部に入ってきて、本当にあっという間です。もうあっという間になんか先輩っていうか、本当に可愛がってくれる、上手くなったねって言ってくれる先輩もいなくなって、本当に一瞬なんですよね、マジで。だから慶応部ってこの一瞬で過ぎていく大学生活に、随所随所にピカ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 ってこう自分を照らしてくれるような、そういうちょっとサブリミナル的なね、本当にそういう自分を抱えしてくれるいい部活だと思うので、もしね、興味があったりちょっと入ろうかなって思った1年生は、今度はギタリスト、ベーシスト、もしくはドラマー、キーボーディスト、まあボーカリストとして、今度はまたね、同じプレイヤーとしてライブハウスでまた会いましょう。じゃあ最後ね、本当にもう疲れてると思うけどね、もう一踏ん張り頑張って盛り上がってみんなで帰りましょう。ありがとうございます。ありがとう。
アジカンでした。